うひょー、こんにちは、えのき商店です。今日はチャムコステキーラアネホをご紹介いたします。あぎゃー、これね、あのテキーラのアネホ、あの 100% ブルーアガベを使った18ヶ月熟成のいいテキーラなんですが、まあどっちかっていうとこのパッケージが特徴的です。あのいたずら好きの小悪魔っていう意味らしいんですね、チャムコスというのが。でいたずら好きさんね、箱もいたずらしてくれちゃって、これねくり抜けるんですよ。くり抜くとね商品になんないから、今ちょっとくり抜きませんけれども、ペコッとこの悪魔が飛び出るようになってます。でね、これ上だけなのかと思ったらね、横もくり抜けるんですよ。これ見てください。手とかね、この辺こうずっとくり抜けるんです。こっちもくり抜けます。なので両手をねパーンと広げたような形で上からピコーンと飛び出すような、ちょっとねカンペを見ていただくと、こういった形のパッケージになります。ぜひチャムコス買われた方は悪魔さん飛び出させて遊んでください。もう出荷する身としてはこれねベルベルしてね扱いにくいので苦手です。ぐしっちゃいました。蓋するとねもう開けられないし、今開けっぱなしです。ぜひぜひテキーラ好き、いたずら好きの方におすすめいたします。こちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。概要欄にアドレスを記載しておりますので、そちらの方からお買い求めください。ご視聴ありがとうございました。めっちゃおる。